はい、こんにちは。勝負屋チャンネルの翔です。今回なんですけど、バーチャルデスクトップを使ってオキュラスケストで Steam VR のアプリをプレイする方法を解説します。オキュラスケストは普通オキュラスストアにある専用のアプリしかプレイできないんですけど、この方法を使えば例えばスカイリムとか Steam VR にあるアプリをオキュラスケストでプレイすることができるようになります。この方法を使ってもクオリティが低いかなと思っててスルーしてたんですけど、結構おすすめだよっていうコメントを書いてくれた方がいたんで試してみました。実際思った以上に安定してたんで今回紹介したいと思います。最近までややこしいことせずにバーチャルデスクトップでそのまま Steam VR を起動できてたみたいなんですけど、 Oculus 側が対策してしまって Steam VR を起動する機能の削除要請をしたみたいなんですね。それによってできなくなってしまったみたいです。今はサイドクエストっていうアプリを入れて外部のアプリをオキュラスクエストに入れることで実現することができます。その方法を順を追って説明していきたいと思います。注意点としては VR がプレイできるスペックのパソコンが必要なのと、 Wi-Fi 経由でパソコンの画像をオキュラスクエストに飛ばしてるんで、ある程度速くて安定した Wi-Fi 環境が必要です。大まかな流れは Steam VR の導入からバーチャルデスクトップの購入、開発者モードの設定、サイドクエストでバーチャルデスクトップのインストールの順で解説していきます。まあ、もし完了している箇所があったらそこは飛ばしてもらって大丈夫です。それでは説明に移ります。まずはじめに概要欄の Steam のページに飛んでください。右上の Steam をインストールというところをクリックしてください。で、Steam をインストールをクリックします。で、ダウンロードしたファイルをクリックしてインストールを進めていきます。はい、インストールをします。 Steam を実行にチェック入ったまま完了で大丈夫です。で、ログインの表示が出るんで Steam のアカウントを持ってない人は新しいアカウントの作成をしてください。ここはもう順番通り進んでいってアカウントを作成してください。で、アカウントを作成したら登録したアカウントでログインします。そしたらこれさっきインストールした Steam の画面になります。こっからライブラリのツールから Steam VR をインストールします。で、もうそのまま進んでください。2番目に Oculus Store からバーチャルデスクトップのアプリを購入してください。スマホの Oculus のアプリなんですけど、上の検索からバーチャルデスクトップを検索してアプリを購入します。インストールは後でまたすることになるんで、ここでは購入だけで大丈夫です。このアプリのメインの機能は VR でパソコン操作するアプリなんですけど、それだけでも価値はあると思います。これ VR からパソコン操作してるんですけど、こんな感じで未来的な体験ができます。で、環境とか変えるとこういう感じでパソコンの映像を映画館で見てるような感じにもできます。映画とかパソコンで流せばこの感じで映画が見れます。で、3番目にパソコン側にバーチャルデスクトップのストリーマーをインストールします。概要欄のバーチャルデスクトップのサイトに飛んでください。で、真ん中のダウンロードのボタンを押してダウンロードします。で、ファイルを開いてインストールしていきます。はい、OK ですね。で、これもチェック入ったままでフィニッシュで大丈夫です。そうするとストリーマーが起動するんで、まあ、これは閉じておきましょう。で、4番目に Oculus のアカウントを開発者団体に登録します。概要欄に載せてる開発者アカウントのページに進んでください。そしたらログインを押して、で、ここでログインしてください。Oculus Quest にログインしてるアカウントと同じアカウントでログインしてください。で、ログインしたら団体名入力するんですけど、まあ、ここは何でもいいと思います。ここはチェック入れて同意するで。で、もうこれで開発者の登録は OK です。5番目に USB ドライバーを入れます。これも概要欄の ADB ドライバーのところから飛んでください。Oculus Go って書いてあるんですけど、これは問題ないです。で、ここチェック入れてダウンロードクリックします。で、ダウンロードしたファイルを回答します。まあ、ここは大丈夫だと思うんですけど、まあ、わからなかったらファイル回答とかで調べてみるとできると思います。回答したらフォルダの中の INF の拡張子のファイルを右クリックしてインストールを選択します。で、まあインストールですね。これで、これドライバー OK です。で、6番目に Oculus Quest の本体を開発者モードにするんですけど、スマホの Oculus のアプリの設定を開きます。そしたら Oculus Quest が接続になっていると思うんで、矢印のとこタップしてその他の設定を開きます。で、これ開発者モードで、開発者モードをオンにします。はい、これで OK です。
で7番目にオキュラスクエストとパソコンを接続します。 USB Type-C のケーブルを使ってください。まあ、もしなかったら Amazon で結構安くあるんで適当に買ってやってみてください。で接続したらオキュラスクエストの画面でこのような画面が出るんで、まあ、ここ常に許可っていうのでチェック入れて OK で大丈夫です。そしたら8番目にサイドクエストをダウンロードします。概要欄のサイドクエストのダウンロードのページに飛んでください。で、まあ、最新のバージョンでいいんですけど、それのエグゼファイルをダウンロードします。で、ファイル開いたらこういう警告画面が出ると思うんで、まあ、詳細開いて実行を押します。で、開くとこういう画面ですね。で、ここまでうまくいってたら左上のステータスがコネクトになってると思います。それ確認してください。コネクトになってない場合多分開発者モードになってないんで、ちょっと見直してみてください。で、9番目にサイドクエストからバーチャルデスクトップをインストールします。この VR アプリを選択してバーチャルデスクトップを選択します。で、このインストールですね。ちなみにこの方法でバーチャルデスクトップ入れたら、オキュラスクエスト上でアンインストールしようとするとできない場合あったんで、もしそうなった場合はサイドクエストのこの右上のメニューからアンインストールできるんで、そこからアンインストールしてもう一回ちょっと入れ直してみてください。はい、これで準備完了です。そしたらですね、オキュラスクエストでバーチャルデスクトップを起動します。はい、こういう画面になります。で、初め起動した時はコンピューター見つからないっていう表示になると思うんで、オキュラスユーザーネームをパソコンのバーチャルデスクトップのストリーマーのオキュラスユーザーネームっていうところに入力してセーブをします。セーブをすると接続が開始されると思います。こういう感じでパソコンの画面が表示されると思います。そしたら見ている VR の画面からパソコンを操作して初めダウンロードした Steam を開いてください。で、開いたらこの右上の VR っていうところ、ちょっとこれ画面だと見にくいんですけど、右上に VR っていうマークがあるんで、そこをクリックしてください。はい、これでどうですかね。 Steam 起動したと思うんですけど、で、これで Steam の VR のホーム画面が表示されると思います。動きも結構良好ですね。はい、なんかフィギュアとかってこういうことできるんですけど、もしこれ起動できなかったら、自分がそうなってしまったんですけど、 VR のとこクリックしてもヘッドマウントディスプレイが認識されずにエラーが出て結構苦戦したんですよね。で、もしそうなったら試してみてほしいのが、バーチャルデスクトップのページの中段あたり、これ今ページ翻訳した状態なんですけど、ここから APK ダウンロードして、ダウンロードしたファイルをサイドクエストにドロップしてバーチャルデスクトップをインストールし直してみてください。まあ、あと、もともとパソコンに Vive とかの VR ヘッドセットを使っていたら競合して認識しないことがあるみたいなんで、 USB とか HDMI ケーブル抜いて Steam VR を再インストールしてみてください。自分はこれ一通りの手順1からもう一回やってみたらうまくいったんで、結構面倒なんですけど、初めからやり直してみるともしかするとできるようになるかもしれないです。で、もしルームセットアップが表示されたら、立体のみで大丈夫なんで、これ設定進んでいきます。多分ルームスケールはオキュラスクエストの方が適用されるんで問題ないです。床の位置はちゃんとやらないとうまくいかなかったんで、これは設定してみてください。で、これ試しにスカイリムのゲームを起動した画面なんですけど、見ての通りですね、動作は結構スムーズに動きますね。まあ、ただやっぱりグラフィックがちょっと劣りますね。実際これプレイしてみると遠くの敵とかぼやけてしまってやりにくいかもしれないですね。ゲームによってももしかすると変わってくるのかもしれないんですけど、プレイできないってことは全くないんで、遅延とかもまあネットワーク環境によって変わってくると思うんですけど、ないと言ってもいいと思います。はい、いかがでしょうか。もしこれ実現できたら、オキュラスクエストの幅がかなり広がるんじゃないかと思います。まあ、具体的な活用方法とか、いろんなアプリ試してみた動画は、後々アップしていこうと思います。ただ、無線で Steam VR のアプリができるっていうだけでも、結構価値はあるんじゃないかなと思います。もし分からないことあれば、コメント欄で質問いただければ、分かる範囲で回答しますんで、ちょっと書いてみてください。そしたら、チャンネル登録、高評価、お願いします。そしたら、ありがとうございました。